にゃんもね、ゆうちゃんも、違う。マジ？久々に行った。わー、まるちゃん。お、おかえり。今日の撮影、まあまあ良かったよ。てか初めてね、あの撮影会場に行ってさ、あの俺運営がやってると思ったの全部、うん、運営がやってると思ったんだけど違うんよ、うん、運営じゃなかったね、普通のプロカメラマンだった。なんかさ、俺場所わからなすぎて、あの電話来たんだよ、あの時刻にはそのちょうどぐらいについてさ、はどこだと思って、ね、な運営さんから、運営さんだからその電話来てさ、あのどこですかって、え僕ついてるんですけどって言って、で運営さんがあの手振って教えてくれた。緊張した。早くエミタロのうんこ食えよ、あの捕まったやつ、セリさんがやってるやつ捕まったの、エミタロちゃん。いや分からんけど、俺の後に来るって言ったのはボボちゃん、が来るって言ってたな。お疲れ。わーお、もーちゃんおいしょ。君がいないとやっていけない。おいしょ、ありがとう。子供にドッグフード食べさせたんだってよ。え、それ配信中に？配信中、配信外？そんなことある？ないべ、それは。天然が向かってる、話したところであいつ何、福岡まで行くの、すごいなあいつ。酒、なんか酒が大量に届いた、あと人参も届いた。ひどいことするなって。え、でも配信でやったのそれ。こんばんは。え、配信で人参食べさせたの？あ、人参じゃ、配信で何を食べさせたって？
やばすいません。あ、そう、ドッグフードだ。間違って食べちゃったの。さすがにな、無理やりじゃないでしょ。うん、食べろっつって食べさせたわけじゃないでしょ。捕まってないだろ。で、イキリストがバンなの。やっぱうんこ食いしてるとバンに良くなっちゃうんだって。みんなそうでしょ。タコシも、そうなんよ。いや、まあまあ分からんけど、多分そうなんじゃない。バンバンバンなんじゃない。ちゃうんかい。誰もイギリスの番に触れてないから、お前触れてやれよ。かわいそうだわ。いやいやいや、俺今初めて聞いたし、それなんなら初めて聞いたし、これか。なんか2個のことを1個にまとめるって、あの言われた、うんこ食いマスターたちに無理やり1個の話題から2個になる。ドッグフード&これか、こうやってやるのか。これがうんこ食いタイトルちゃうんかい。どう、2個のことを1個にやるっていう。うん、昨日あのうんこ食いの修羅に教えてもらった、うん、今ドッグフード&バンの話題らしい。ニコイチ、私ちゃん返せ、知らんわ。でドッグフードはえみたろちゃんがやっちゃって、今なんかやっちゃってる。でいきちゃんがバンなっちゃった。です、終わり。次のテーマだ。終わった。でも分かんねえ。いや、マジ分かんないんだ。今日ビジュいい、マジ。俺と下心の目で見ない方がいいぜ。やめてな。マジで。もうやめて、その押し合おしって。薬系の配信を配信で広めたらしいよ。薬系の配信を配信で広めたらしい。えみたろちゃんが、あ、じゃあ誰だ。あ、イキリストが、それでバンになるんだ。タイマーとかね、あんま興味ないからな、薬は。俺なんかどうでもいいわ。だからもうやめて、それ。
333人でも少ないって思われるんだろうな。不思議な世界だわ。今日300人もいるやん。いつもより多いけどどうした？炎上したんか？あのさ、じゃあ別に配信しなくてもいいよ。あのぶっちゃけ言っていい？本音を。あのね、メリハリ しとかんと配信って、あの数字って減ってくから。これガチで。ほんまに。ああ、ボボちゃんね、いたね。あ、いるやん。うん、ボボちゃん。もうなんかそうなんだよ。いやでもそれ仕方なくない？あったんよ、あったんよっていうか、なんか撮影終わってこのボボちゃんっていう配信者がいてね、あの目の前にいたんよ。うん、でもなんかあるんだよ、スピーチみたいなのが。それやってたから見てた、うん、すんごい細かった、うん、すんごい細かった。なんかモデル体型だった。そう、モデ級だったわ。モデ級、細い人かしらね。なんかまあまあ細いに越したことはないんじゃない。ももちゃんすんごい細かったね。最低だな、ももちゃん。ダメだよこんなん。だからごめん、名前言っちゃって。確かに。じゃあ今の状況的に俺名前言わないと怪しまれるから。うん、お綺麗でしたよ。仕事だからね、今回の撮影もね。仕方ないよ、喋れなくても。またいつかどこかで会った時に。おはようございます。また機会があれば。はい、ああそうそうそう、この顔、この顔。伸びてねえよ。俺本当に、俺今ね、あの女の子に対して興味がない。うん、本当にマジで興味ないからね。ね、しかもなんか多分ね、この坊ちゃんだ、俺の多分俺の後だから、俺が好きな服に合わせて来てくれたんだ。ワンピース、絶対そうやろ。坊ちゃん俺の好きな好みの服装を知っててワンピースで来たんやろ。知ってるんで。あ、もうこの人か、完全に俺のこと狙ってるわと思ったもん。なんかスラッとしたピチッとしたさ、ワンピース、そう、肌色の。絶対マジで俺を意識してる。伝わった。いや結構ガチよ。おもろ、バカにしてるね。いやガチだって絶対。あ、図星ですね。そうなるわな。また消える。また嫌われた。あ、なんでだろうね。もうシワ押し。だからワンピースが一番男受けいいんやって。あれずるいで、ワンピース。マジでワンピースが一番ずるいと思うわ。
いやワンピースの曲だけどこれ、いやガチなんだって。え、なんで充電されてんの？だからワンピースが一番いいやって。あのスラッとした、わかる？なんでなんか引き締まってるから。キュッてで派手じゃない、露出少ない、でもシンプルだけどなんかその可愛さがある、なんか美しさがある、うん、で貧乳の子もワンピースを着てればやっぱりちょっとあの お男性から目線ちょっとむらっちゃう部分があるん。ガチで、うん、脱ぐな。いやガチなんだって。でかくてもちっちゃくても俺もう買わなんけやね、うん、こういう下ネタ話をするとどうなるかもう大体分かってきてる。もう4年もやってるとマジであの応援してくれる人が減る、うん、おっぱいのもうおっぱいの話は応援してくれる人が減る、あとババア呼びすると応援してくれる人が減る、あと年の話をすると応援してくれる人が減る、あと自分の性域のことを話すと応援してくれる人が減る、以上ですね、うん、それさえ話せなかったら OK、 あとニコニコする、これは増える、ニコニコするとアイテム投げられる、常に笑顔、うん、そうだよ、笑う、笑うが正義、面白くないかその話題もうやめて、え、覚醒剤所持で逮捕されたの、え、見たの、やっぱまだ薬やってたんか、エミタルちゃん抜け出せんかったんやな、うん、でもな目が終わってたもんね、うん、いやなんかあのほんと薬やってる人の目ってあの黒目がねあの微妙にずれてるんよ、だから俺パルちゃんも怪しい、うん、じゃあだからね、だからシャシとじゃあパルちゃんはシャシじゃん、ぶちげえ時パルちゃんシャシになるでしょ、ああいうシャシじゃなくてあのねあのこれね分かる人は分かるんだよ、こうやって見つめてるんよ、黒目はこっちを向いてるんだけど、でも黒目の黒目がこの眼球のさ中に黒いやつあるでしょ、またもう一個これのね点が合ってないよ本当に、うん、マジでこの目は合ってるんよ、合ってるんだけど中の黒目が合ってないよ、そうでも本当にこんな感じになってるマジで、なんかなんていうの
あ、でも分かりやすく言うとこんな感じ。俺普通のさこうじゃん、普通こうね、いつもこうでしょ、じゃなくて、あ、こんな感じ。え、これじゃない、これだ。ちょっと写真ってるプラス合ってない視点が、いや、本当なんだって。ま、マジだで。開いちゃってるんよ俺。やっぱ、まあ、みんなから友達いないいない言われてるけどね、リア友も、まあ、いるんだよ本当に友達は。でもそのやっぱ使ってる人もいるんよ。昔ね、昔ね、今はもう分からんけど昔ね、周りにはね、そう、もうこんな感じ。もうシラフでも使ってない時でもね、もう使ってない時でも頻繁に使ってるとそういう感じになっちゃうよ。いや怖いわって言うじゃん。いや怖いんよ本当に、やってるわってなるもん。今でもわかる。バーとかに多いよ。なんかバーとか、バーの店員とかね、あ、やってるわって思いるよ普通に。これ絶対やってんなって。 YouTuber でもいるよ。 YouTuber なんてもっと分かりやすい、言わないけど、あ、だってあれじゃん、あの清原とかめちゃくちゃ分かりやすかったじゃん。あのジャイアンツの清原いるでしょ。あの人も同じで、あのパキってはないけど黒目の視点が合ってなかった。出てきた時ももう薬の名残で黒目の視点が合ってなかったやん。もうなんか なんて言えばいいんだろう、なんかマジで分かりやすいよ。合ってないんだってあと喋り方がの路列が回らない。いや俺もそうだけど、やっぱ薬やっちゃったか。飽きたわそれ。よう、タンプレ買ったみたい。そうなの。てかお金。どういうこと？もう振り込まれたんかな。あ、待って、振り込まれてるかもしんない。振り込まれてないわ。なんで？
なる、なんか言えばいいのにね、正直に。無理なら無理、無理っていうか、なんかその俺嘘つかれるのが一番嫌なんだよね。金の貸し借りは皆さんもそうだけど、お金を借りたら本当に当日返せないってなったら正直に言った方がいいですよ。ごまかし聞かないんで、マジで。どんな理由、振り込めない、なんかエラーが出る、関係ないんで。うん、もう僕も昔それをずっと使ってたんだけど、結局相手にとってもうあの、まあ、てめえ嘘だろみたいな詰めが分かるんで、絶対正直に言った方がいい。ブーメランって知ってる？知ってる。自分で言ったことが跳ね返ってくる。ブーメランって投げたら自分のところに跳ね返ってくるでしょ、うん、まさに今のことがブーメランだわ。絶対ブーメランだわ。ねえ、8位になっちゃった。あ、8位じゃないわ。ね、5位以内に入りたい。先生たち安原ちょうだい。3000円欲しい。安原お願い。借りた金はおでの金。言いたくないけど言っていい。正解です。はい、マジで正解です、うん、いや、かわいい、かわいいとかそういう問題じゃない。そう見てない。だって会ったことないし、うん、ただあの俺がね、実家にいる時に初期 パチンコ配信してたじゃん。でその時、まあ、キャスでその収益っていうのが少なかったんよ、マジで。でその時にお金借りてたんよ。その時お金があったからね、その子は、うん、貸そうかって言って、あ、マジでありがとうっつって俺は返したけどね、それは、うん、しっかりとね、うん、だから恩があって貸したの。当時いいんです。怨念神は最近子供のしてませんね。いや、わかんないです。うん、いくら借りた。いや、わからん。 そんな多くないよ。3万とか。いや、金がないときは貸せない。金があるときは貸しちゃう。わー、ポンちゃんありがとう。いつもいつも。やさまな。マダムデパンドルモアノー。ありがとうございます。わー、ともちゃんありがとう。あ、なんかアイコン消えてる。あ、アイコン消えてね。ありがとうよ、サハナ。いや、5位いった。よし、3000円ゲットチャンス。
あと15分なんで耐えるぞ。5位なめんじゃねえ。あ、もうちゃんおいしょやさはな。なんかコメント欄でさ、このもうちゃんがさ、なんかあのおろした子じゃないかってなんか言われてんだけど、違うからね。だったら言わんから、もうちゃんおいしょなんて。ありがとう、はな、あのうちはもう、え、寝た？急に急に寝たな。おーい、相談したリスナーの話でしょ。よし、あの、うん、だって俺のプライベートの LINE 知ってる人数少ないからな。もう合体させてもいいけどね。なんかもう最近そう思うようになってきた、めんどくさい。うん、あのこっちの LINE でしょ、これプライベートなんだけど、こっちはいないね。うん、もう教えてない、もうめんどくさい。あ、みーちゃんありがとう、おいっしょ、やさはな。あ、ミカも、おいしょ、ミカも久々、やさはな、でっかいの。もうね、みんな。マジで眠い。12時半、うん、12時半、もう速攻髪だけ濡らしてバーってなんかこれで洗浄して、さすがに寝癖はやばいじゃん。バーってなんかお湯でバーってやって、バーって拭いて、バーっていって、あの洗濯もしてない。そう、着る服がまずなかったんよ。そう、洗濯もしてない、着る服がない。だからユニクロ渋谷やって買って、俺渋谷、しかも汚点はやばいと思ったのが、最初渋谷の最寄りだったんだけど、だと思ってたんだよ。で渋谷で降りたんさ、まあ、どっちみちユニクロ行かないといけないなと思って、で渋谷寄ります、降りて、じゃあ場所どこだろうと思ったら違うんよ、原宿付近だったんよ。まあ場所は言ったら怒られるからダメだけど、原宿だったね。で、は、原宿じゃんと思って、もう秒でバーンって行って、バーンって買って、やっぱパッパって買って、ビュッて行った。うん、ちゃんちゃんちゃんって。で10で1時45分集合なんだけど、1時44分に着いた。そうで電話かかってきて、もういますけどみたいな流れで話した。確か寝た。本当だよ、こいつやばいで、マジで。だから夜中やりたくないわ、ムカつくから。本当だるいわ。よく起きれたな。
いやでも昨日帰ったのが、12時ぐらいで、もうそっからやる気なくて、まあ、つけてもしょうもないなと思って、今もそうしょうもないんだけどね。ね、だからあのアニメ見てずっとやったんだけど、それ寝落ちして寝た。うん、血流し。うん、結構ガチ。おもろ。あと10分。入りたい。お金が欲しい。入りたい。ほらやっぱり楽だわ。この多分今投げられたんだけど反映されてないからね。サナおいしょー。君がいないとやっていけません。おいしょー、ありがとうございます。ありがとう。おわつセーフよ。流血が止まるねんて。誰かにコラボ上がっちゃおうかなって思っちゃうねん。養分に上がろう。あいつ絶対暇そうだから、養分。あ、いいこと考えたね。みんなやっていい。ごめん、あ、上がれないね。えやっていい。ちょっと待って、あれなんでできないんだ。あれいなくない、あいつ。なんすか。嬉しかったくせに俺からのコラボ来て。何突然。え、いつ会うの。何ちゃん会うの。俺ちょっと嬉しそうな顔すんだよ。いつ嬉しそうなって。いつお前何。いつ早く来るんだろ。いつ。お前ってほんとこじきみてえなやつだな。いつ。ああ、本当お前こじきみてえなやつだな。いやいや、俺からさ、だから言えないんでしょ。だから俺から言ってあげてんねん。いや、明日持ってってやっから。あ、撮影じゃないの。明日終わった後。明後日だって撮影で。明後日帰るの。いや、明後日は帰らないけど、またモンジョリンチか。いや、わかんない。行かないかな。そのままお前んとこ持ってってやるよ。お気持ち。またモンジョリンチか。絶対違うな、これ絶対モンジョリンチ行くわ。お前なんか、お前すげえな、みんなに無心してな。はい。なあ、誕生日っつうのはみんな勝手に祝ってくれるもんだぞ、うん、いや、そうなんだよお前、わかるか。言ってかんと、言ってかんとかんねん。お前言わねえと誰も祝ってくんねえじゃん。そうなんだよ。それはお前のやっぱ人間関係の付き合い方が悪いな。いや、でも人徳はあると思ってるよ。人徳あったらもっと祝ってくれてるだろう。いや違う、そういう人徳じゃないねん。どういう人徳ですか。いや違うんよ。違うんですか。うん、違う。バカだなお前。早く。え、いいじゃん。明日いつものようにモンジョリンチで。でまた俺家帰ったらあげる、開けるね。これくれた時もそうやろ。これっていうか、なんだろうこれ。返そうかこれ。いや大事だ。ちゃんと育てとけって。いやもう髪伸びてんだって。
だからメッシみたいになってんだろ、こいつの髪型が。見てみん、これ。いいよ、いいよ。お前の娘だよ、それは。娘じゃねえよ。今日、考えてきてやったから。なプレゼント。マジで。だけど、まだ、あんたにもらった AirPods 大切に使ってるで。それ使っとけよ。当たり前だろ。そんなすぐ悪くなんねえだろ。なあ。しっかり使ってますよ。まあ、年に一回だからな、誕生日な。え？いや、期待しときますよ。わかった。まあ、明日持ってっからよ。なあ、プレゼンツ。え、で、どこに泊まるの？朝吉町だよ。あ、そうなの？うん。ああ。え、で、どこに集合？女子かな？何も決めてない。お前がコラボで、そんな言ってくるとも思ってすらいなかったわ。いや、当たり前やん。もらえるもん。お前ぐらいだと、そんなこと言ってきてんの。え？画面つかないと。ダメつかないとって、うん、優しいやろな、ちゃんと考えてあげてんだから。だって吐いた。え、お前自分で言ったらやばい。それ優しいと思うだろな。いや、え、明日何時？午前中？午前中に行くかな。あのさ俺多分近々大阪行くからさ、やろうぜ競艇大会。住之江グランプリ配信者。まあ明日話すか。夕方な。期待して待っとけよ。じゃあな。期待するしかないわな。期待しかないね。あっちょさん、やっと君がいないとやってきません。ありがとうございます。おいしょグレッティ、今の何知らねえ。なんだろうな。なんだろうな。なんだろうな。知らねえって何が。匿名に JUJU 行くで。JUJU 行きますよ。おかんも聞きたいしな。もうちゃありがとう。おいしょ。やつなんか悪いな。うちはもありがとう。だって今日強いね、みんなね。なんでこんなみんな今日強いの。いつもそんな。てか待って、これ越せるんじゃね。上の1、2、3やってねえで。無理か。あ、もう無理だ。59分だった。もったいねえ。まあいいや。まだむ、ありがとう。
まーちゃんもありがとう。なんか怪しいな、それだけ送るって。しかも33個もある。なんか怪しいぞ、うん、ってことはでかいのが終わった。終了。え、本当にないの？マナムさんありがとう。33個あったらどこに投げてたの、まるちゃん。これなんでこれぼやけるんだろう。あの女どうした、桜女。知らねえ、何それ。知らんけど何それ。ありがとう。明日ないっしょ。マジで部屋の掃除するわ。ピカピカにする。もうそれで明日一日潰れるんだ。うん。寝た。なんだろうこの静けさは。お前も気の毒だな。分かってくれるな、75号さん。こういうもんなんだよ。てか特に夜だから、夜ほんと嫌いなんだよ配信。コメントが走らないから、うん、特に寝落ちに使われるんだ。枕とかだから秒で寝れちゃうから、うん、しゃあないね。わっ、かっこ鮮度したくないちゃん、ありがとう。かわいい。プロちょっとプロってきたやん先生。まあ眠くなるわな俺の声。寝ちゃうでしょ。寝したくないちゃんも寝ちゃってるもんね、うん、多分それが癖で見ちゃうようになっちゃうんでしょ。俺もそうなんだけど、俺 TA さんの時昔そうだった。TA さんの枠で、もう頻繁にボイやった時ね、見るようになって寝ちゃって、でそれでまた寝落ちにはいいわと思って、朝じゃん終わるので、自分の配信があるじゃん、朝方仕事終わってから配信して朝終わるんよ。そうするとその時にちょうど TA さんが始まるんよ。で雑談じゃん、でも寝ちゃうんよ。そう、配信者に寝落ちしちゃうと依存性が生まれるんよ。あ、枠やってる、見よう、寝ようってなるの。もうつけっぱで、もうほんと放置、うん、コメントなし、マジで
寝落ちに使うつもりではないです。でも寝ちゃうでしょね、したくないちゃんもね。おう、うわ、なんか久々にそのアカウント見たわ。は？え？ん？これ何のアカ、これ名前変えた、これ。ろうそく113個ありがとう。おいしょ。ん？変えたか？ん？ちょっと待って、振り返れ。ん？そうよ。積んでるんだな、この子。多分明日帰ってくるわ、お金。なんだっけ。お久しぶりよ。ピタピタよ。緩急が激しいよな。台風のように。これが本当の閲覧よ、うん、多分こじってもこの閲覧よ、マジで。マダムさんもありがとう、アキーさんもありがとう、ごこ。もうキーちゃんも何回も投げてくれるんですよ、フォローしとくわ。仕事なくなったね。まだあれしてない。でも別に焦ってないからね、各自おのおの。実家の時だからもんな。2本、3本。早く水着やりたいよ、水着。夏が過ぎる前に、うん、寝た？寝ちゃったか？寝たな、確実に。寝たか。あ、止まってたんか。あれだわ、まゆちゃん、俺気づいたわ。なんか多分自分の顔を引き消しに使ってるわ、まゆちゃんって。うん、多分自分の顔をネタに使ってると思う。
そうじゃない、まゆちゃん。いや違う、いや俺も最初そう思った。もう可愛くなりたいとかじゃない、もう顔を犠牲にしてる。よいしょ。もう行かない、協定は。ヒゲちゃん亡くなった。過去なし可愛いよ。顔はね、体が見合ってない。あのね、女ってあの体のパーツを立ててみしよう。あの顔だけじゃないんよ、体も大切だと思う。いやあのね、あの顔をいくらいじってもね、可愛いよ。顔は可愛いけど、じゃあね、男のおっちゃんたちなら分かるけどさ、顔は良くても体がさ、ね、こんなんだったら嫌でしょ、バーみたいな。もう分かる、言ってること。いや、なんか微妙いよね。可愛くなればいいってもんじゃないんよ。だったら顔そんなにでもスタイルいい方を選ぶわ俺。まゆちゃん細いんだけど、細いけど見たことあんのそれ実際。私ちゃんの体はね、ノーマルだけどやっぱぽっちゃりって思っちゃうね。細いけど、多分世間一般的に細いと思うけど、ちょっとぽちゃだと思っちゃうね。いや、あのガリガリが好きじゃないよ別に。なんかその俺肋骨出てるとか無理だもん。ここのさ、俺多分、あ出てないよ、ま、もう出なくなっちゃった。ここの骨のラインが浮き出てる人無理。あとね、あれね結構無理だわ。ゆりたま、ゆりにゃん、ゆりにゃんの体型無理。ちなみにスタイルいいってみんな言われるでしょ。ゆりにゃんの体型は僕無理です。ゆりにゃん無理ですね。わかる？男の修羅でゆりにゃん無理な人いる？
俺は無理やん。なんかこれ共感できる男性諸君いるか。めちゃくちゃ人気なんだけど。いや、ユーニア調べてみな。いるで。一発で出てくる。露出すごいから。うわそう、だからバランなんかね違うんだよね。あのなんかそのバランスに合っててもあのいるんよ。なんかそのバランスが違う人が、理想高いな。いや高くないよ。俺スタイルさえあればいいからね。うん。でももう多分絶対に整形はしないって言って整形してるってことはもう俺はもうネタでしか感じない。自分の体を犠牲にさせてる。火消しとか多分閲覧が低くなるのが怖いとか。うん。だと思うよ。これは勝ち。うわ待って、やば、まいちゃんの顔やば、え、まいちゃんの顔やば、え、どこは同一だ、え、待って、やば。もう扇風機おばさんになるでこれ。え、何をこうなったの、これは。やばくない？
絶対扇風機おばさんになるわ。いや、そういう問題じゃないだろう。晴れは引くとか。いや、もう最終形態とかそういう問題じゃないと思うけど。あのこれダウンタイム中なんだけど、いや違う、俺なんか どこをいじったって言ってんの？首？リフトってどこ？切開リフトってリフトってどこ？え、あのさ、自分の顔を鏡で見たことある？この人って。リフト普通じゃん。え、それであのリフトであの自分はまだ垂れ下がってると思ったら病気やで。うん、なあ、俺見てみるよ、お前イタチって言われてんだで、お前なあ、お前イタチかって、ナルトの。いや、俺こそやった方がいいわ。いや、なんかこれで閲覧上がるって思ったらなんか、いや、なんか俺無理だわ。いや、分からん。ちょっと待って、俺女の整形はあの反対ではないけど、なんかその極度に行かれると俺ほんと病気なんじゃないかなと思っちゃう、マジで。うん、いや、いいよ、なんかワンポイントだけ整形とかさ、なんかその 1,2 回なんかこことかさね、あと二重のやつとかさ、
それは女がさ求めるね顔のね可愛くなりたいとかそういうのあるじゃん女ってさ。うん、だからここまでがっつり、まあ、その配信者だからっていうのもあると思うけど、うん、キモいわなはっきり言って。うん、だってもう最後最後って言われててね、やってるので、でまた次もやるで、絶対旋風鏡王さんになるって、うん、絶対なる。マジなる。でそのうちなんか油とか、もうそこのサラダ油とかもう入れそう自分で小さい買ってビシって、うん、入れるでこの人絶対、絶対入れる。で金稼げなくなってあの団地で暮らしてる将来、これマジ、うん、そう俺絶対この人だけでおもちゃにされんとこ。怖い。最終的に何になりたいのかね。いや分からないけど、いや引くわ。いやここまでやってる人は多分いないと思うよ。だから俺もだから、あいるかもしんない体とかね。だからなんだっけ、また忘れたわ。あの俺がよく言ってるケツの骨格はおかしいやつだっけ、ケツがおかしいやつだっけ、あいつ AV 女優の深田恵美もう好きじゃないんだよ俺。うん、度が過ぎてるから。度が過ぎた整形はマジで男性にモテないで、どんだけ自分が可愛いと思っててもなあ。男の修羅、いやガチだってこれ。え、切開リフトってさ、あのメンテ必要じゃないの？あれ？それ糸リフトだっけ？切開リフトはいいの？切開リフトってこんな感じでしょ？こんな感じなんでしょ？だから。こんな感じでしょ。お前はダウンタイム見てないだけで今時してる人結構多いよ。いやじゃあ別にダウンタイムは仕方ないんだって。それ誰でもブスになるんだよね、ぐちゃぐちゃになるんだよ顔が。いや違う、もうこれだけは違う。俺はもうそうやって思っちゃう。
人として古い。じゃあ正解なんじゃないの、分からんけど。俺はなんか嫌だけどね、まあ、別に自分の人生なんで、俺は自分の価値観で違うって言ってるだけなんで、人それぞれ違うんじゃないですか。アスカキララ目指してんのかって、いやアスカキララのあの俺あの思ったんだけどね、なんだっけ、彼氏役なんかヒロックのカメラで撮った写真見た、写メツイッターにあったんだけど、可愛くないで、やばい声ガサガサになってきた、うん、あれ加工 TikTok だと加工だから可愛く見えるやん。でも俺実際なんかそのヒロックの写メ見た時に、あ、なんか無理だなと思った明らかに不自然、うん、だから過度なその整形だと不正になっちゃうんよ。いや俺無理だな多分、うん、てかなんかそこまでとあのね、ごめんなさい、わがままだけど、あの完璧に整ってないでほしい、うん、程よい可愛さがいい、やっぱり、うん、絶対に程よい可愛さが一番いいわ。完璧を求められた女は無理だわ。次で、ゆまるみたいだね。ゆまるちゃん可愛いじゃん。ゆまるちゃん整形なの？え、ゆまるちゃんって整形なの？え、みたんって整形なの？みたいになってる？やってるわ。え、ゆまるちゃん整形なの？いや、もう、だから、ゆまるちゃんってもうそこでストップしてるじゃん。だから、可愛いんよ。もう、可愛いで悪いんよ。あ、美人だな。だから別に整形側には見えないじゃん。配信で見て、俺、直接会ったことないけどね。ゆまるの前の写真見てびっくりした。え、ゆまるちゃん可愛くない？え、女から撮ってもゆまるちゃんって可愛いよね。配信でも可愛いなと思うもん。ただ声がガラガラやけど。だから言ってるじゃん、ワンポイントか整形とかなら、そワンポイントでさ、じゃあね、もう一重、もう顔のパーツは全て整ってる、だけどね、目だけのパーツがちょっと整ってない、じゃあ目を、じゃあ二重にチッてやります、はい、もう完全に美人ですってなったら、そっちの方がよくない？200お前マジぶち込むぞブロック、お前調子乗んなよお前な、マジでそろそろマジぶち込むね。お前はどこ整形するの？お整形する場所ないと思ってる。自分の顔に誇り持ってるもん。ただ今日一眼レフで写真撮られた時に、
あのあ青ひげがめちゃくちゃ目立ったから脱毛はしたいなと思った。うん、ここはひげ。いや無理だって。ひげ痛いよ。ひげは痛いね。質問は麻酔かけないときついぞ。いや、いけるでしょ。でも痛くないやつでもあるんでしょ、脱毛でも。いや、もう無理だわ。もうまえちゃん、でも無理だわ、さすがに。なんか無理だわっていうか、無理だわ。なんか、いや、チンゲはどうでもいいわ。角の整形の女の人は無理なんだよ。普通の整形ならいいけど、なんかそのなんかもう何十発もぶっなんかバン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 やってる人は無理。さすがに。ガチ無理だわ。正直言って。一気にだからその。じゃあ、あれだわ、もうやめる、もうやらないって言っててやっちゃうのが無理。おやすみ。そう、やらないやらないって言っててやっちゃうのがダメ、やだ。依存症だと思うよ、完全に。マジ依存だと思う。どうなんだろう。俺ちょっと聞いていい？多分ふわっち一番可愛い子だと思われる人にちょっと聞くわ。あげてくれるかな。あげてくれた。あ、こんばんは。こんばんは。わ。こんばんは。わお。今日も可愛いわ。
なんだこれ。ごめんなさい、あのみたんちゃん。はい。ちょっとあの今、はい、可愛い人にちょっと抵抗を持っちゃって、はい、あのやっぱちょっと失礼なことを聞いちゃう、聞いちゃってもいい？怖い、何ですか？本当にもうこれが暴露になっちゃうかもしれない。みたんちゃんってさ、整形やってる？あ、整形してます。どこを？二重とボトックスとか、そういうので、クマ取りと。あ、クマ取り、あ、クマ、クマ取りはもう整形じゃないわ、それは。あ、整形じゃないんですかね、クマ取りと。クマ取りも整形とは言わん。あとはボトックス、ボトックス。ボトックスって何？あの、筋肉を弱める注射みたいな。で、ここちょっとシュッて刺したりとか、あの、シワできるの防止に、顎とかおでこに打ったりとか。感じ。あ、入れるの？そのプチュって。いや、なんかね、異物入れるっていうよりかはなんかボトックス菌みたいな、そうですね。ボトックス、ボトックス菌でって感じ。うん、はい、でもそれでもやってん？うん、あと何？あとは顎のレディエステ、うん、なるほど、なるほど。うですか、ね、もういい、もういい、やり、うんうん、あと、はい、あとはもうヒアルロン酸とかも抜いちゃったやつとかもあるんで、もう今はこんなもんかなって感じです。ああね。はい。でもや、いや、でもこれ以上いかない？今のところはなんですけど、でもちょっと脂肪注入も気になるなーみたいな、うん。どういうこと？脂肪注入気になるなって。どこれ以上ない？うん。この辺になんかちょっと脂肪足して。どこ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 ？この辺、目の下。もうちょっと近づいて、ごめん、俺しっかり見たるわ。は？近づいて。もうちょっと近づいて、ちょっとお互い近づこう。俺と養分いつもこれぐらい近づいてるで。近い。まず、じゃあ俺と養分近づいてよ、これぐらい。この辺の、なんか、この辺の脂肪入れたいな、みたいな。いらん、いらん、いらん、いらん。マジいらん。ちょ、マジいらんわ。じゃあ本当にいらんで。ガチいらんわ、それは。いや、だね、じゃもうこれ以上いらんって。あ、それじゃ何を求め、はい、何を求めるんだろう、それ以上。いや、もう十分だ、ね。見たくないなとか。いや、もういや、あのね、男性陣みんな言ってる、もう可愛い、もうみんなからそうやって思われてるんだから、もうそれ以上求めない方がいい。あの、欲張りすぎると逆にダメになっちゃう。まあまあまあ、確かに欲張りすぎもね、ダメですよね。あともう一つわがまま言っていい？何ですか？ここのさ、あのボブぐらいまでのさ、やつに調節して、前髪こうやって一緒にピュッてやって、なんかこうで、ちょっとここぐらいまで出して、髪の毛ここぐらいまで、こうですか？あ、ダメだ。あ、かわいいわ。ちょっと待って。いや、かわいい。かわいい。かわいい。なんだこれ。あ、ショートが好きなんですね。ショート。なんだこれ。カメラかわいいよな。かわいい。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。かわいい。いや、かわいい。じゃあごめん。あの、正直、まずかわいい。かわいい。ありがとうございます。なんでだろう。いや、なんかそれだけ、あの、あんまりね、求めすぎるとやっぱりその男は気づいちゃうね。うん。でもそれぐらいがいいっすよ、先生。本当に。先生。いや、俺はね、もう本当はそれぐらいにしてほしい。まあ、確かに。いや、もう十分だもん、これ以上。いや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 、いや、満足してほしい、これで。お、男はそれでもう一頃なんだから。ありがとうございます。で、今だってフワッチなんて言われて、今あの配信外でもね、今一番可愛いのって、まあ多分もう一人の人、なんか名前忘れたけど、その人か、あの、女の人ですらみたんちゃんって言ってるんだね。
今。嬉しい。もうだからその、あ、まで嬉しい、ダメ。それ以上もっと可愛くなっちゃダメ。可愛くなろうとするな。いや、もう本当にガチ言われてるぐらいだから、マジでもうそれ以上行かん方がいい。ありがとうございます。結構ガチな話。いや、嬉しいです、本当に。うん。あ、駒井さんからありがとうございます。無料アイテム。え、ちょっとさ、沼行ける、沼系行ける、沼系やめた方がいい、あんまり沼系って、こうやってやって、沼系って何、いや、だから こうやってやってほしいなって思って、どういうこと、ああ、まあ、うん、了解了解了解、はかはかありがとうございました。あ、あとあの、せいじさんには騙されちゃいけないで、はい、騙され、え、せいじさんに、いや、マジやめて、ダメ、え、何も、何もですよ、内緒ね、これ、どういうこと、ありがとうございます。ありがとうね、みたんちゃん。ごめんなさい。リサーさんもお邪魔しました。こちらこそ、ありがとうございました。あ、待って一回バトルしたい。バトル、いけるかな、だって、お前さん強いもん。初バトル。行くぞ。あ、ちょっと待って。延長、延長しないと。あ、延長して。よーし、俺なら、絶対に、勝てる。あ、無料アイテムお願いします。はい、マジやめろ。無料アイテム。マジやめろ。ありがとう。マジやめろ。風船お願いします。風船舞台。頼むって先生たち。じゃあこれふざけなしで、俺が言うときはガチやんだって。あ、風船もありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。無料アイテム。ありがとう。キングダム。ありがとう、のぶくん、ありがとうございます。だから相手に申し訳ないから全力でいかんと。そう、チョウさん、ありがとうございます。ありがとうありがとう頼むって先生たち、 ありがとうございます。なかなかないからバトルすることなんて。ありがとう、ありがとうございます。誰負けるわ、やばいわお願いします。ありがとう、のぶ、お願いします、先生たち、ありがとうございます。ゆりちゃん、ありがとう、ありがとう、ありがとうありがとう、頑張って、ありがとうありがとう、無料アイテムたくさんありがとうございます。あ、ありがとう、ろうそくありがとう、40個ありがとうございます。ましゃ、ゆりちゃん、ありがとう、マインドケーキ、ありがとう、ありがとう、チップスも、うわー、くーちゃん、ありがとう、ありがとう、勝っちゃう、ありがとう、あ、ありがとう、ニッキー、ありがとう、ナイス、うちは、あ、ハマシちゃん、ありがとう、ありがとう、裏切り声なし、そう、バトルなってるの、もう、ポンちゃん、ありがとうありがとう、あ、ありがとう、ありがとう、ポンちゃん、あ、ありがとう、カリスマレス猫、ありがとう、みーちゃんもありがとう、あ、いえいえいえあのさ、ありがとうございます、チョウさん、ありがとう、あ、駒井さんからありがとうございます。駒井さんからありがとうじゃない、おかしいやろ、マジでふざけんな。あ、のぶくん、ありがとうございます、みーちゃん、ありがとう、じゃあガチで、じゃあ本当に、いい勝負、いい勝負、もうお願いします、先生たち、でも強い、ありがとう、ありがとう、ハムシちゃん、ありがとう、ヨーヨー、ありがとう、ももり、クエちゃん、ありがとう、のぶくん、ありがとう、なんだこれは、あ、ありがとう、よーし、いいか、おいしょありがとうございます、お前さんからありがとう、みーちゃん、ありがとう、
お願いします。あと1分半。ありがとう、チップスもありがとうございます。ありがとう、ふうせん。ひーちゃん、ありがとう。ありがとうございます、てりさんから。ひーちゃん、お前にして渡しちゃう。いや、読まなかったんですよ。大丈夫、そういうの。兄ちゃん、ありがとう。5分、5分なんかな。5分。ありがとう。ありがとう、線香花火。バトル、最強。バトル、最強。勝っちゃう、勝っちゃう、最強です。兄ちゃん、今、イベント出てるよね。そうなんですよ。ゆるい目なんですけど、今回。でしょ、俺出てない。はい、出てない。このスコア。無料アイテムな、あだからマジやばい、マジ早く、やばいって先生。これ母さんのため。モモリン、ありがとう、みこさん。モーちゃん、ありがとう。ありがとう、ナイス。ちょっと待って、ありがとう。ありがとう。ありがとう、ハート花火。ありがとう、ハート花火、ナイス。なんかおかしいな。あ、よーし、ゆうちゃん、ふうせん、ありがとう。ゆうちゃん、あ、やばい、めっちゃドキドキしてる。あ、ありがとう。やだ、やだ、ちょっと待って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 待やばい。え、ちょっとやぐ。ありがとう。すごい、ありがとう、みんな。ありがとう、確かに。え、すごい、びっくりした。ありがとうございます。ありがとう。サメさんか。サメさん行ったな。誰だ。ハクラか、あった。待て、ちょっと、ビタン、ちょっと、教えてほしい。リスナーさん、これ、ミラクル、あ、ミラクルはリスナーさんっぽいわ。ハクナさんがファンタスティックいただきました、ハクナさん。お前、ふざけんな、お前。ハクナさん、ロバリスさんですか。小前さん、リスナーさん。マジないわ。いや、なんか申し訳ない。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、みんな、本当にありがとうございます。たくさん無料アイテムもありがとうございます。すごい嬉しい。もうやばい、もうやばい、やめるわ。もう感謝です、本当ありがとう。ありがとうございます。いや、お前さん、ごめんなさい、すいません。あ、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。